ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、11月は拉致被害者横田めぐみさんが新潟県で拉致された月です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。10月16日、加藤拉致問題担当大臣は拉致被害者ご家族の代表と面談されました。その際の加藤勝信大臣の冒頭挨拶をお伝えいたします。ご紹介いただきました、この度拉致問題担当大臣を拝命いたしました加藤勝信でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日はそれぞれご用事がある中、ご多忙の中、こちらまで足を運んでいただきまして、まあ、本来であれば私が出向いてご挨拶に上がるべきところでございますが、こうしてご出席をいただきましたことを改めて感謝申し上げたいと思います。私は安倍政権第二次政権がスタートいたしまして、官邸において安倍総理の下で官房副長官として様々な要務に携わってまいりました。まあ、そうした中、今回の改造において安倍内閣が最重要課題としております拉致問題の解決に向けて直接携わるという立場を拝命したところでございまして、身の引き締まる思いで取り組みをさせていただきたいというふうに思っております。先週でございましたけれども、就任したところで今日ご出席の皆さん方にはそれぞれ電話でまずご挨拶もさせていただきました。またこの12日には鳥取県の米子で開催されました国民の集いにおいて今日ご出席をいただいております松本はじめ様にもお会いをさせていただき、またその会にも出席をさせていただいたところでございます。そうした中も通じながら、何といっても皆さん方が本当に肉親の方に一日も早くお会いになりたい、そして本当にその長い間それが実現できていない被害者の皆さん方、そして特には高齢な被害者のご家族の皆さん方、その心痛というのは大変なものがあるということ、そしてさらには北朝鮮において一日も早い救出を願っておられる拉致被害者の方々の境遇を思うと、これは一刻も早く帰国を実現をしていかなければならない、一刻の猶予もならない、まあ、こういう強い気持ちを持たせていただいているところでございます。まあ、今回私自身は拉致問題担当大臣のともに、まあ、様々な仕事もさせていただく中でご懸念をいただいているところもございますけれども、安倍内閣としてまたその閣僚としてこの拉致問題の解決を最優先で取り組む、この姿勢には何ら揺らぎがない、このことをまず冒頭はっきりと申し上げたいというふうに思うところでございます。そして昨年の5月でありますけれども、この日朝間の協議なかなか進んでいなかった中で重い扉が開かれ、そして
拉致被害者の方を含めて日本人全体についての調査をするということではございましたけれども、まあ、残念ながらこの1年がさらに1年超が経過をしている中において拉致被害者の方の帰国が実現しない、いわんやその具体的な見通しも立っていない、誠に遺憾な状況だというふうに思っております。私が言うまでもなく、この拉致問題というのは我が国の主権、そして国民の生命と安全にかかる大変な問題であると同時に、皆さん方の本当に肉親の間の大変重要な時間を切り裂かれ、そして拉致被害者の方々の夢のある人生、将来を塞ぐ、まさに人道上もそして人権上も本当に許されないこうした問題であります。何としても政府の責任でこの問題をしっかり解決を図っていきたい、こう思っているところでございます。またそれぞれの皆さん方のご努力、そして私どもも安倍総理のイニシアティブの下で一日も早い帰国の実現に目指して、これまでのように対話と圧力、行動対行動、この基本姿勢はしっかりと維持をしていきながらです、政府全体がしっかり連携を取りまして、北朝鮮からですね、具体的な行動を引き出していくべくしっかりと努力をしていきたいというふうに思っているところでございます。また家族会の皆さん方のご協力もいただきながら、国際条理でさまざまな活動をさせていただき、また展開していく中で、北朝鮮のこの人権状況、この拉致の問題も含めてですね、これを改善し解決していかなければならないという機運はこれまでになく高まってきているところでございます。この高まりをですね、しっかりとこれからも広げるべく努力をさせていただきたいというようにも思っているところでございます。今日はこうして皆さん方にわざわざ足を運んでいただいたところでございます。皆さん方から貴重なそれぞれの思い、そして貴重なご意見をいただきながらです、これからの私どもの一日も早い拉致被害者の皆さん方の帰国に向けて、この取り組みにしっかりと組み込んでいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月2日、第7回党大会開催の発表について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。10月30日に北朝鮮の朝鮮中央通信は、来年2016年5月の初めに第7回朝鮮労働党の党大会を開催するということについての朝鮮労働党中央委員会政治局決定書というものを公表いたしました。前回北朝鮮が党大会を開催しましたのは1980年10月のことでありますので、したがって36年ぶりの党大会の開催ということになります。これほど長い間、36年間も党大会が開催されなかったということは、もちろん異例中の異例であって、他の社会主義諸国には例がないことであります。極めてこれは北朝鮮の特異な状況と言っていいわけでありますが、その理由は考えてみれば簡単でありまして、党大会というのは本来その前の党大会の後の成果を総括して、その上でその総括の上に今後の展望を示すということになりますが、その2つが北朝鮮はうまくできなかったということで、今まで党大会が開催できなかったと言ってよろしいかと思います。実際、キム・イルソン時代に北朝鮮は一度1986年に第7回党大会を開こうとしておりまして、キム・イルソン主席自身がですね、そのことを明言しておりましたが、しかし開催はできなかったわけであります。それも80年から86年までの状況を振り返ってみますと、経済的な経済建設の成果が上がらないということもありますし、
統一問題についての前進も何もないということを考えると、まあ、結局党大会は開けなかったんだということが理解されるということにはなるほかと思います。今回北朝鮮はようやくその党大会を開くということを決定をいたしましたが、それはまずその総括ができるということで、この決定に至ったと考えられると思います。大事なことは、今回の総括というのは金正恩時代の過去4年間の実績成果というものを問うものではないと、むしろ金日成、金正日と続いた時代70年間の実績を総括するということになりますから、これについては誰も否定もできない、不満もあるいは批判もできないということですから、一番簡単にその総括ができるという時期になります。しかもその総括が金日成、金正日時代の総括ということで、一回区切りをつけられることになりますので、まあ、展望を示す際にも金正恩第一書記は、まあ、いわばゼロからのスタートでその展望が示せるということになるので、まあ、非常にやりやすい部分があろうかというふうに考えられると思います。まあ、ただし統一問題の展望を示すにあたっては、やはり南北関係が改善に向けて動いているということがおそらく前提になるということは覚えておいていいことだと思います。今回北朝鮮は開催時期を2016年の5月に設定をいたしましたが、この5月という意味を考えてみますと、やはりその金正恩時代の新たなスタート、そこを強調したいという意味合いが十分に伺えるかと思います。金日成、金正日時代の総括ということに重点を置くならば、この10月10日の朝鮮労働党創建70周年の行事に合わせて党大会を開催するという方法もあったわけでありますが、総括よりもむしろ新たな時代、金正恩時代、そして金正恩時代の展望と、そういうものに力を入れたいという意図が十分に伺われるかと思います。金正恩指導部の独自の路線、政策、戦略といったものをしますと、そして同時に党幹部の世代交代を進める、そういう意図が十分に伺えるかと思います。金正恩時代の新たな展望を示す際に、もちろん中心になることは経済建設であり、そして人民生活の向上であるということは間違いないと思われますが、そのためにまず不可欠なのは中朝関係の改善進展及び南北関係の回復、そして進展が不可欠であると、これは日を見るより明らかと言っていいと思います。すなわち中国及び韓国からの支援あるいは投資というものがなければ、経済建設、人民生活向上ということにおいて大きな進展を見込むことができないからであります。ですから北朝鮮が今後中朝南北関係を進めようとするのは当然でありますが、そのためには非核化への転換というのが必要になる。非核化を再びコミットしてですね、そちらの方向に動き始めなければ、中朝関係の進展、南北関係の進展というのはありえないということになりますので、そういう転換しまして、私は確実に北朝鮮は非核化への転換を図るだろうというふうに考えております。その点では2016年1月1日の金正恩第一書記の新年次が注目されると、そこで非核化に踏み切るかどうか、そこがやはり一番当面は注目されるということになるかと思います。先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は平成26年度拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、北朝鮮に対する措置の実施部分をご紹介します。北
朝鮮によるミサイル発射や核実験実施といった一連の挑発行動を受け、また北朝鮮が引き続き拉致問題について何ら誠意ある対応を見せていないこと等を総合的に勘案し、政府は国連安保理決議に基づく措置に加えて、これまで一連の対北朝鮮措置を決定し実施してきた。平成26年5月の日朝政府間協議の結果、北朝鮮側がすべての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を実施することを約束し、同年7月、特別調査委員会を立ち上げ、調査を開始したことを受け、我が国は北朝鮮に対して取っている措置の一部を解除した。平成26年7月、国連安保理北朝鮮制裁委員会が北朝鮮関連企業のオーシャンマリタイムマネジメントカンパニー OMM を国連安保理決議に基づく制裁対象に追加指定したことを受け、同年8月、我が国として当該企業を外為法に基づく資産凍結などの措置の対象に追加指定するための手続きを取った。また平成27年3月、政府は北朝鮮が日本をはじめとする国際社会による働きかけにもかかわらず、関連する国連安保理決議に違反して挑発的な言動を繰り返していることなど、北朝鮮をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し、同年4月に期限を迎える北朝鮮籍船の入港禁止措置及び北朝鮮との輸出入禁止措置につき、期限を2年延長することを決定した。政府としては、日朝平壌宣言に基づき、諸懸案を包括的に解決すべく、北朝鮮に対して国連安保理決議や6者会合共同声明を完全に実施し、国際社会との関与を通じた前向きな対応を取る道を選択するよう求めるとともに、引き続き一連の国連安保理決議に基づく措置や我が国独自の措置を着実に実施しつつ、米国、韓国、さらには中国、ロシアといった関係国と緊密に連携して取り組んでいく考えである。以上、平成26年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、北朝鮮に対する措置の実施部分についてご紹介しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、かぐや姫の神田川をお届けします。それではお聴きください。私の体を抱いて冷たい目って言ったのよ。かぐや姫で神田川をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。
拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう、強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35-81-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 深夜1時からは周波数9975キロヘルツで放送しています。